イカメシグッズもお土産として作られている。株式会社イカメシ安倍商店は JR 北海道函館本線森駅を拠点とする駅弁調整、食品製造販売業者。森町の本社工場で森駅の駅弁であるイカメシを製造を販売している。創業は1903年6月。北海道鉄道が森駅を開業するのに合わせ、 駅構内営業業者として発足。当時の称号は安倍弁当店。森町は江戸時代から二神寮で賑わう漁師町であり、旅館営業も行っていた。第二次世界大戦中の1941年、イカ飯を発売。戦時体制による食料統制で米が不足していたため、当時豊漁だったスルメイカを用って米を節約しても作れる商品として考えられた。 1943年3月には、旅館業を廃業し、駅構内営業の専業業者となった。1987年8月、株式会社化するとともに、商号をイカメシ安倍商店に改めた。2020年4月1日に、本店頭機を移動、同月15日に再度移動とともに、新会社であるイカメシ安倍商店を設立し、事業を新会社に譲渡。 イカメシ安倍商店は5月15日に株式会社線商店と称号を変更した上、会社解散を決議。大木商店は2020年8月26日に横浜地方裁判所から特別生産開始決定を受けた。新会社のイカメシ安倍商店は3院三浦水産株式会社の参加に入った。現行の安倍商店調整のイカメシは小ぶりなスルメイカの中に、 もち米とうるち米を詰めて煮込んだものである。森駅構内及び駅前の店舗にて販売するほか、夏場にはプラットフォームでの立ち売りも行われる。元は駅構内での販売が主だったが、祭事での売り上げが拡大し、イカメシの売り上げの9割以上は、百貨店などでの祭事となっている。慶応百貨店で、毎年正月に開催される、元祖有名駅弁と全国うまいもの大会では、 20世紀に行われた全35回のうち実に32回で売り上げ1位となった。1971年以降は連続で1位である。2016年より真空パックでの販売を開始。賞味期限が本来の1日から3ヶ月に伸び、北海道うちの主要駅や空港で幅広く販売されるようになった。大木商店に関するカテゴリー、ありがとうございます。